こちらは今日午後2時30分時点での雲の様子です。沖縄本島には台風11号に伴った雨雲がかかっているのがわかります。この台風の目もしっかりと見えているような状況です。そしてその南側に注目すると、昨日発生した熱帯低気圧に伴う雲も見える状況です。この熱帯低気圧ですが、今後24時間以内に台風へと発達する恐れもあります。最新の気象情報を必ず確認するようにした方が良さそうです。 では、まずはこちら、台風11号の情報から見ていきましょう。こちら、予想進路図です。現在、沖縄本島は強風域に入っている状況で、猛烈な勢力を維持しながら、南西方向に進んでいるような状況です。この後、台風11号ですが、やや発達しながら、先島諸島の南側まで進み、金曜日、土曜日とほぼ同じような場所に停滞する見込みです。 そのため、先島諸島では、この風や波といった影響が長期間にわたって続く恐れがあります。その後、この台風11号ですが、北寄りの進路に方角を変えて東シナ海へと進む見込みです。この赤色の円というのが台風の中心が進むと見られている円なんですが、 こちら、月曜日予想されている予報へ見ると、とてもまだ大きく予想進路がまだ定まっていないのがわかります。というわけで、今回、この台風の予想進路によっては、九州地方にも台風の影響をもたらされる可能性があり、十分に警戒が必要となりそうです。今回の猛烈な台風11号ですが、気をつけていただきたいのが、風と波です。 こちら今日夜9時時点での予想されている波の高さ、色別に表せたものです。こちら見ていただくと沖縄本島では波が高い状況、かえ見てわかるような状況ですえ。そして明日になるとこの波の高いところが 先島諸島に移っていくのがわかります。というわけで、明日にかけて沖縄本島で、そして明日以降は先島諸島で高波に警戒が必要となりそうです。予想されている波の高さですが、沖縄本島では8メートル、先島諸島でも7メートルとなっています。そして風にも警戒が必要です。沖縄本島は明日にかけて瞬間的には35メートル、先島諸島でも30メートルと予想されています。 さて、今回の台風11号、警戒すべき時間帯を見ていきましょう。こちら見ていきますと、沖縄本島では明日の未明にかけて暴風に警戒が必要です。ただ、その後も風が強い状況続きます。また、波に関しては明日いっぱいは高波に警戒が必要となります。 先島諸島、すでに風も強まっており、波も高くなってきていますが、明日になりますと、さらにこの波や風、高まって、強まってきる予想となっています。予想されている波の高さ、明日の朝以降になりますと、7メートルと、申し訳の予想となっています。海が気になっても、あまり海の近くには近寄らないようにしてください。